今日の体育はよく動いたな。おかえり、一条くん。あ、女子の方が早かったか。男子はサッカーだったっけ。あ、一条くん、ほっぺに泥がついてるよ。え、マジ？どこのあたり？いいよ、拭ってあげるから。ちょっと待ってね。うわぁ、近い。小野寺の顔が近すぎてどうしていいかわからねえ。はい、取れました。あ、おう、サンキュラ、小野寺。いえいえ、怪我してなくてよかったね。ああ、適度な運動の後、小野寺に癒されて。俺、次の授業は絶対寝るわ。週からメールだ。一条楽様へ。日頃よりお世話になっている一条楽様に、私舞妓週から特別なメールのご案内です。林間学校以降の日常生活の至るところで、女子たちの絶妙に恥ずかしい写真を特別価格500円かっこ税込みかっこ閉じにてお譲りいたします。ケイサキシートゲちゃん、大野寺ケイサキちゃん、 TS シロちゃん、エムリカちゃん、エトセトラ、類稀な美少女たちの写真を1枚、いえ10枚からでもいかがでしょうか。というか買ってくれ、周囲より。なんだこの商売メールは、怪しすぎるぜ。ん？下の方に追伸があるな。何何？なお、このメールは閲覧次第削除しておくこと。女子に見られたら俺もお前も破滅だ。だと？怖えよ。変なことに俺を巻き込むんじゃねえ。うん、ここも異常なし。早いな、つぐみ。一体何してるんだ？一条楽か。何？お嬢が来る前に校内に不審物がないか調べていただけだ。校内って、まさか教室とか全部回ったわけじゃねえよな。体育館や特別教室もチェック済みだ。 B ハイブの護衛をなめるなよ。こいつ普段どういう生活をしてるんだ。今日の体育はリレーか。正直かったるいな。何を言っているのだね、楽くん。リレーって言ってもただのリレーではない。男女混合リレーだよ。今日一番のメインイベントではないか。ただバトン渡して回るだけだろ。相手が男でも女でも別に大した差はねえだろうが。果たしてそうかな。何？あ、一条くん。一条くんも B チーム？え、小野寺、もしかして俺と一緒のチーム？そうみたいね。よろしく。おお、ガゼンやる気出てきたね。あ、うむ。走る順番はルリちゃん、俺、小野寺、楽でいいかな。なんとなくだけど。え、俺アンカー？私バトン渡すの苦手なんだ。うまく渡せるかな。じゃあ練習すればいいじゃない。一条くんとペアになって。え、小野寺、こっちはいつでも OK だぜ。あ、はい。よし、完璧。うまいじゃん、小野寺。うん、これならうまくいきそうだね。小崎、あんたはどうしてこういう時だけ器用にやっちゃうのよ。
もう本番か。ルリちゃんは練習できなかったけど大丈夫？大丈夫よ。あなたこそしっかりバトン受け取ってちょうだい。それ以外には何も求めないわ。もうちょっと求めてくれていいのに。ルリちゃん、トップバッター頑張ってね。ええ、それじゃあ行ってくるわ。ルリちゃん頑張って。あ、すごい、5チーム中2位だよ。次はシューか。 あいつやっぱ早いな。お、1位になりやがった。私緊張してきちゃったかも。そんな緊張することないって。頼りねえかもしんねえけど、後ろには俺もいるしよ。ありがとう。頼りなくなんてないよ。よし、もう行かなきゃ。私頑張ってくるからね。あ、俺もすぐ行く。久しぶりに本気で走ったわ。バトン小先に渡ったわね。頑張って走ってるけど、やっぱり抜かれちまってるな。踏ん張れ、オルデラ。出番のようね、一条くん。お、じゃあ行ってくれ。オルデラ、もう少しだ。頑張れ、頑張れ。任せろ、おりゃー。ラク、頑張れ。男の見せ所だぞ。一条くん、せいぜい頑張れ。ほら、あんたも行っていいのよ。小野寺の声援。頑張って、一条くん。ゴール。ドホーン、怒涛の追い上げで一着に。全然余裕だから瀕死に見えるけど、気のせいだろいやいや、どうして。さすがは楽だよ。一条くん、私の分まで頑張ってくれて本当にありがとう。ああ、全然だぜ。小野寺もお疲れな。一条くん。お、小野寺どうしたんだ。実は昨日ね、隣のクラスの笹原さんが盲腸で入院することになっちゃって、それでみんなで千羽鶴を折ろうってなったんだけど、一条くんも一枚折ってくれないかな。ああ、そういうことなら喜んで協力するぜ。でも一枚切りでいいのか。私が折っちゃったから、あとはみんなから1枚ずつもらえればいいんだ。小野寺、何枚折ったんだ。800枚くらい。はぁ、一晩で。うん、本当はもうちょっと折りたかったけど宿題があったから。いや、折りすぎだろ。しかもめちゃくちゃ丁寧なんだが。それじゃ、できたら持ってきてね。結んで飾りつけるから。手先は器用なんだよな、小野寺って。さて、今夜の飯は何にするかな。一条くん。え、やっぱり一条くんだ。
あんな遠目からよくわかったわね、小崎。一条くんって目立つからね。俺そんな目立つ方かな。今帰り？ああ、晩飯の買い出ししてから帰ろうと思っててさ。そうなんだ。晩ご飯何にするの？今考えてるとこなんだけどさ、昨日は生姜焼きだったし洋食もいいかなとか。うちは大所帯だからそこも考えて作んねえといけねえしな。そっか、一度にたくさん作れるものじゃないといけないもんね。そうなんだよ。でももう少しレパートリー増やしてえな。じゃあね小崎、私休養思い出したからバイビー。この後はスーパーに寄る予定だけど。ああ、そう言ってたよね。ん？待てよ、この状況って小野寺と二人きりになれるチャンスなんじゃ。あのさ、小野寺に時間があるならとか寄り道していかないか。いや、でも忙しかったら全然断ってくれていいからな。私も寄り道して帰りたいかも。そっか、よかった。じゃあ行こうか。うん。なんでだ、今度こそ二人きりになったらいろんな話がしたいとか考えてたのに全然出てこねえ。毎回こんなんじゃ小野寺に呆れられちまうよな。っていうか、たった今つまんなそうな顔されてたらどうしよう。目があった。ごめんね。ああ、いや、謝るようなことじゃねえし。あんまり同じタイミングで目が合っちゃったから。本当偶然だよな。二人きりでこんな風に歩くのってちょっと緊張しちゃうね。小野寺も？うん、一条くんといると少しだけ緊張する。それって少しは俺のことを意識してくれてるってことなのか。よし、ここはしっかり小野寺をリードしねえと。何かいい話題があるといいんだけど。今月おすすめの和菓子？クリアン入りの新作大福がおすすめかな。よかったら今度うちのお店に食べに来ない？うん、もちろん。いつもお世話になってるから。私も味見役として参加してるんだよ。ありがとう。まあ実際には私はほとんど手伝えてないんだけど。うん、自分で言うのもなんだけど本当に美味しいんだ。和菓子小野寺、秋の自信作だよ。ぜひ食べに来てね。君とお話ししてるとすごく楽しいな。そうか、それよかった。みんな楽しそうに遊んでるね。ああ、昔はあんな風にいろんな遊びしてたよな。
あ、ボール。あの子のだな。手振ってるし。私ちょっと届けてくるね。いや、いいよ。俺が投げれば届くだろう。あ、そっか。じゃあお願いします。なあ。おい、行くぞ。よし、ナイスキャッチ。はあ、あ、どうした小野寺。ボール、ずいぶん遠くまで投げられるんだなって思ったの。私じゃあそこまでは届かないなって。そりゃあこれでも一応男だからな、あれくらいは投げられねえとさ。うん、そうだよね、男の子だもんね。なんか小野寺に改めてそう言われるとはずいな。子供って可愛いよね。そういや小野寺って子供好きそうだよな。うん、うちは親が働いてるから妹の面倒をよく見てたしね。そっか、もし小野寺との子供ができたら。うわ、すっげえ幸せそうだな。あ、女の子が転んじゃった。え、マジ。私パソコン持ってるから渡してくるね。小野寺ってこういう時すげえ面倒見いいんだよな。こけた女の子笑ってるし。一条くん、お待たせ。いや全然いいよ、あの子笑ってたな。うん、怪我も大したことなかったよ。それよかった。俺、小野寺はこういうとこがすげえと思う。え？だってさ、なかなかできることじゃないぜ。泣いてる子供をあやしたり、ましてや笑ってもらうとかさ。そんなことないよ、全然普通のことで。いや、すごいことだって、俺が保証する。俺に保証されてもって感じだよな。ううん、そんなことない、すごく嬉しい。あ、なんかものすごくいい雰囲気な気がするのは俺の気のせいか。こうやってると本当に放課後デートしてるみたいっつうか。そうだ一条くん、さっき晩御飯の買い物の話をしてたけど、私と話してて間に合う？あ、まあスーパーの閉店時間まではまだあるし、今日は簡単にできる料理にするつもりだから平気。それならよかった。でも一条くんの家族はいいな。お、なんでだ？だって一条くんの料理本当に美味しいから、毎日食べられるってすごく羨ましい。え、俺の料理毎日食べたいって思うのか？ん？うん、そう思うけど。マジでか。プロポーズでよくあるよな、こういうの。毎日お前の味噌汁を食べたい的な。いやいや、考えすぎなのは分かってるんだけどさ、小野寺きょとんとしてるし。いや、分かってるって。あ、でもあのね。お、一条くんのご飯毎日食べられたらって思ったのは本当なんだけど。小野寺が俺と結婚したいなんて思ってくれてるとか、そこまでうぬぼれたりしねえけど、でもそれでも小野寺。はい。俺は小野寺にだったらいいよ。飯くらい毎日作るよ。俺は小野寺が。なんじゃれ。ごわ。てめえらビーハイブが。なんで俺らの島にいるんだ？おや、これはこれは修営組の方々、大変失礼しました。あまりに貧弱なオーラで目に入りませんでしたよ。ほう、そんな口聞いていいんですかいな。おや、
お気に障りましたか？それは重ね重ね失礼。皆様と同じ空気を吸っているだけで吐き気が収まらず、つい暴言を吐いてしまいましたよ。あいつら、こんな時にこんな場所で。一条くん、なんかすごい汗出てるけど、大丈夫？大丈夫だ。子供らはみんな逃げちまったか。まあ当然だよな。もしあいつらに俺と小野寺が一緒にいるところなんか見られたら余計面倒なことに。小野寺、ちょっとこっちに来てくれ。うん。ここに隠れて様子を見るか。どうした小野寺？てっか、とっさに小野寺と手つないだままだった。悪い。ううん、その構わないよ、一条くんなら。え、あ、ううん、その、うん、小野寺、一条くん、メラぶっ殺してやる。愚かな、地獄を見せてやろう。ああ、悪い小野寺、ちょっとここで待っててくれ。うん、分かった。気をつけてね。かくなる上は戦争じゃ。いいだろう、後悔するのは貴様らの方だがな。こら、やがるんだ。坊ちゃん、どうしてここに。クロード、お前もこんなとこで何やりやってんだ。見ろ、公園の子供らも怖がって蜘蛛の子散らすように逃げちまったぞ。挑発してきたのはそちらが先なんだが。ああ、なんだとてめえ。全面的に火は貴様らにあると言っているんだ、猿が。くそ、これじゃいつまで経っても小野寺と落ち着いて話ができねえ。ああ、もう分かったよ、うちの組のもんが悪かった。この通りだから今日のところは勘弁してくれな。坊ちゃん、行きません。あっしらのために頭なんか下げないでください。今日のところは引き上げてやろう。行くぞ、お前ら。あ、坊ちゃん、その申し訳ありませんでした。の、喧嘩はご法度だぜ。十分反省するように。坊ちゃん、なんという頼もしさ。やっぱ俺らの坊ちゃんは世界一、いや宇宙一っすわ。おう、過剰な褒め言葉をありがとうな。あ、そうだ、龍、暇なら夕飯の買い物を頼んでいいか。このメモに書いたもんな。へい、わかりやした。よし、行ったな。小野寺、ごめんな、待たせちまって。ううん、そんなことないよ。一条くん、お疲れ様でした。すごいね、あんな怖そうな人たちをちゃんと仲直りさせちゃうんだから。いや、こんなのかっこいいもんでもなんでもねえし。ううん、すごくかっこよかったよ。小野寺が俺をかっこいいとかそう思ってくれたのか。そうだ、一条くん、さっき何を言おうとしてたの。さっき、あ、俺小野寺に告白しようとしてたんだった。今更言うのも違うような。ごめん、今日はやめとくわ。そっか、でもいつか教えてね。ああ。ん、ここにあったか。まったく私としたことが、あんな猿に乗せられてハンカチを落とすとは。ん、じゃあそろそろ帰るか。今日は
すごく楽しかったよ。あれは一条楽。どうしてお嬢以外の女子と歩いているのだ。ん？メール？ちとげからか。楽へ。最近あんたちょっと冷たくない？私なんかしたかな？自分で言うのもなんだけど、心当たりがありすぎて。本当ごめん。もし何か嫌だって思うことあったら言ってよね。一応とはいえ恋人だからちゃんと聞くし、直すようにするからさ。じゃあまたね、ちとげ。そういや最近あんまりちとげと話をしてなかったかもな。クロードたちに怪しまれると厄介だし、もう少し気にかけていかねえと。はいはい、起きますよ。うん、よし、朝食の準備すっか。